読んでいただいてたらそのままかなと思いますけれども、昨年悔しいシーズンを過ごしてしまったので、また勝ちたいなと、本当にやり返したいなと、そういう思いを持っています。選手もみんなこう自主トレの段階からしっかり準備をしてきてくれた動き、それはすごくこうよく伝わってきました。チームスワローズはやっぱり楽しくなきゃいけない、もちろん勝つことが楽しいことであり、負けるのが悔しいことであり、ただ、まあ、球場に来て、まあ、いいゲーム見れたね、やっぱりスワローズドキドキするね、ワクワクするね、もうそれがチームスワローズだと思ってるので、我々は全力でワクワクする、ドキドキする、そして最後勝てるゲームを皆さんにお見せしたいなと思ってます。2024東京ヤクルトスワローズ開幕。